楽天、石井監督、どうして優勝にたどり着けなかったのか、いろいろ考えたい。今季、序盤は、貯金を最大18まで伸ばして、首位を独走したが、急失速。石井 GM 兼監督は、これ以上負け込んだらいけない、この試合で、なんとかというところが、まだ、チームには強さがないというところです。自分をはじめと、唇を噛んだ。結果なので受け止めて、チームとして、どういう部分で、そこにたどり着けなかったのか。いろいろ考えたいと肩を落とした。自分で考えといてください。まだやんの？平石に聞いてこいよ。僕の中では4位は B クラスの中で A クラス。平石監督就任やね。結局平石首の理由は何やったんやろ。何が一番気に入らんかったんや。本当に貯金が18あった時はさすがに決まったと思ったのに、今まであのペースで貯金作ったチームは必ず2以上らしいやん。ちなみにソフバン折りの優勝ラインが貯金11から13になりそう。石井 GM 怒りの監督更迭。GM と監督が責任押し付け合ってるってマジ。プラス18からマイナス7くらいまで行きそうな勢いだったからセーフ。 GM は監督を高評価しとるから続投やぞ。石井島くん助けて。マジで B クラスになってどないすんねん。これ半分 GM の責任だろ。